ね、はい、ロケ日朝は早かったんですか。まあ、そこまで早くなかったんですけど、まあでも通常ぐらいですね。通常ぐらいですね、はい、通常。まあね、前から泊まって芋を食べて、はい、今日はいよいよ長島大陸で釣りができるということで今井さんにも来ていただきます、はい、よろしくお願いします。ここはなんかね、僕ブリ王国って聞いてきたからね。ああそうです、ブリ王国。花木ちゃんが釣った10キロオーバー、はい、それ超えるの今日は目標にしてますから。あ、そうなんですか、はい、お願いします、はい、ということで越智船長もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。あの今はどういう魚が釣れるんですか。今あのやっぱり桜鯛のイリシーズンってことでですね、はい、まあ、桜鯛を中心に、まあ、ブリですね、それこそ10キロオーバー、はい、あのヒラマサ、はい、カンパチの子供ネーゴっていうのもですね回ってますので、はいはい、それを釣ってぜひいただきたいなと。わかりました、じゃあ今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。まあ何が言って天候が良かったのが一番です。そうですね。ね、雨が降って風があってちょっと出れないねとかね。まあ先ほどあの今井さんに聞きましたように、あの釣り方が関西から全部行ってるということで、持っていくタックなんかも選びやすいです、ね。そうですね、うん。あんまりもう悩むことなかったですね。ね、はい、今回の釣りの説明をお願いします。そうですね。サオはね、タイラマ専用のロッドがたくさん出てますから。はい。どっから7フィートぐらいで。はい。リールは小型の流域ですけど。はい。マッケスピードの速いやつ、ギ、はい、アヒの高いやつ、はい、できるだけ選んでくださいね。はい、わかりました、はい、でも道とっていいの1号で8から1号ぐらい、はい、8から、はい、先にリーダーつけて、はい、あとはもうその先端に、はい、タイラバをつけると、はい、仕掛けは完成しちゃいます。なるほど、わかりました。道具は非常にシンプルやし、はい、釣り方もシンプルですね。そうですね、ただ巻くだけって感じですよね。ただ巻くだけですよね、はい、だからもうあとその日のコンディションで、はい、多少速くしたり遅くしたり、はい、巻きのスピードはあるかもしれない、はい、まあ、あの原則は等速巻きですから、もう同じスピードでずっと巻いて、はい、ずっとひたすら巻いていくと、はい、で、合わせもせず、そうそう、合わせもせず、はい、で、棚探って、はい、当たった棚を重点的にまたついてせるという感じですよね。はい、わ、はい、かりました。じゃあそれで大物を、はい、釣ります、はい、まあね、もうこれなんかも関西でやってるのと一緒ですね。そう、一緒ですね、はい、昔やったらやっぱり何を持っていったらいいのかなとか、やっぱり向こうの方どうなのかなとか、そうそれはね、気になってたんですけど ね、だから何もかも持っていかなあかんだけど、はい、今はもうねピックアップしてそうです、このサウナこれ、はい、お、もう今井さん来てるんですか。はい、今井さん、タイラバですよね。タイラバです、はい、でそこで食わなかったんでね、上巻いたいかなり巻いてからな、あのヒットでしたね。多分青物かな、だからなるほど、ね、いきなり、いわゆるカンパチの、あの、はいはい、あと塩ですね、はい、向こうは練り子って言うんだろうな、はい、やっぱり呼び名も全然違いますね。違いますね、かなきちゃんもね、あの、はい、ゲストで来てくれるときは、はい、もうまあ10割やったんですよ。そうなんですよ。でもやっぱりね、取材の量が多くなっていく、レギュラーになっていかなあかん、やっぱこれね、自然と打率がね、ね、うん、下がっていく、下がってきますね、やっぱり、うん、まあでも、今日これちょっとまだ10割ですからね。そうなんですよ、ね、どうなんでしょう、全然ダメっていうのがないもんね、うん、なんか10割をキープしたいでしょ。そうなんですよ、やっぱり良くなってるので、じわりキープせよ。さすが。これやったことあるでしょ。うわ、何回もあります。はい、はいはい、ちょっと潮のね動きが悪かったんです、うん、はい、ね、店長もいろいろやってくれたんですね。はい、結構移動とかしてくださったんですけど。さあ、こんな時はね、年季、年季で物言わせに、ね、今やった。やっぱこれもちょっと上を狙うというかね、うん、ちょっとあの、やっぱ青もでしたんで巻き加減早めに巻いてくると、なるほどね、当たりましたね、うん、ありがとうございます。はい、ありがとう、はい、じゃあ今井さんが当たってるオレンジの、なるほど、時計さんの真似をしていました。手を変え、品を変え、ネクタイの色とかね、あ、色々ありますからね。じゃあこれ答え出ませんけど、その日その人に当たったその人ばっかりになりますよね。なんか不思議にね、ね、うん、はい、そうなんですよ。真似してもやっぱりなかなか、うん、なんなんなんかその時の流れというか、その人生の流れやないけど、短いこのその一日の本人の流れというかね、うんうん、最初見たあの
のポイントがいいんですけど、あそこがまだ全然潮が動かないから、まだ動いてる。釣られました、私もついに。泣いてんの？悩んでんの？ちょっとどっか行ってましたね。ああ、眠たい。こんな姿見るのも初めてだよね。さを話したことなかったよね。そうそうそう。ね、そうなんですよ。ずっと潮が止まってて、うん、船がめちゃくちゃ静かでした。あ、そう。はい。当たりが来だした。当たりが来たの？はい。ツンツンと。ツンツンと来たんですけど、なかなか食ってくれないんですよね。なるほどね。試してみよう。この釣りはね、やっぱり熱帯の動きでこう魚が釣りに行きますからね、はいはい、それが合わないと、もう端っこだけで、でもペット離してるんですよね。すごいじれったくて、うん、やっと、これはもう、この乗り組みの人、中乗りさんですけど、なるほど、はい、やっぱり上手です、ね、そうですね、でこの潮の止まってる時はこんなやり方でっていうのはこれ、うん、そうだね、ね全然嬉しいこと言ってくれね。今からバンバン当たっていきますんで。そうなんですよ。やっともう後半戦ですね。これはね、ジギングでした。これ、ね、引っかかってる。おー、なるほど。へぇということは、濃いことは濃いねや。そう、魚はね。濃いことはいいね、ハマチが。やっぱ魚に伝わってるな。釣れろ釣れろの木が。あんな欲だったら。またいらっしゃってます。後ろで今井さんがずっと当たってるんですよ。だから仕方がないもんね、なんか、ね、同じあれでもやりま平場をそうなんですよ、全く同じなんですけどね、はい、タイが来ませんね可愛いのばっかりさあ、またポイントを移動して、はい、はい、おー、次がラストこれ嫌ですね、声がね、選手がすいませんって、この流しでラストにしますって言われるのがね、寂しくて、うん、もう終わりなんですか、うん、でもここで一発ギャグで言いましたと思ってそうなんですよ、もうここでめっちゃ燃えてましたね、70、80ぐらいの話題がボカーッと、うん、今井さんまた来てますもん後ろでずっとリールの音がね、今井さんももう青もんばっかりうんですよ、はい、赤色がしてる、うん、タイはとうとうこじやあら帰っちゃうのそうなんですよ帰っちゃうのお疲れ様でした、はい、お疲れ様でしたいや今日本当に厳しくてまさかの坊主だったんですけど船長今日の海はどんな感じやったんですかいや今日はですねはい上がりの方の大潮の1日目というのもあってですね、はい、まあいいんじゃないのかなと思ってたんですけど、はい、意外にあの潮の方が動くのが全然遅くてですね、もう前半の方はほとんどもう潮が動いてないという状況で最初は朝行ったポイント、うん、あそこを狙ったんですけどやっぱり行った時にはもう激流が流れているような状況で、はいいや本当は今日私が釣ったタイを皆さんに食べていただこうかなと思ったんですけど、うんね、今日は残念でしたねあのブリの予定がハマチになっちゃったけど、はい、魚ありますからどうぞさばいて料理の腕見せてくださいあじゃあ、じゃあ今井さんが釣った魚、はい、じゃあ今回は私が、はい、頑張ってさばきます、はい、めっちゃ久々です私おろすん魚をいいじゃないですか魚をおろそろになってな、ねはい、あの読みにもらいたいナンバーワンかなんかに ね, ねありそうですよねこうやってなりたいですねそれでお年寄りの方が魚さばけるいい嫁じゃんいいですよね今におろそろうちの息子にインスタントばっかり食べさすより加工してあんた魚をあんた作りにして食べさせてからかのことに思っていい嫁じゃん、ね、うち銀魂うち銀魂嬉しいですね、うん、頑張って
さばいたんですけど、うん、盛り付けは料理長に、はい、綺麗ですもんね、はい、ね、めちゃくちゃ綺麗ですよね、はい、お願いしました、はい、ので今井さん、じゃあいただきます。かなぎちゃんがさばいてくれた、はい、そして今井さんが釣った町をいただきます、はい、この音聞いてください。コリ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 、食べてください。はい、じゃあ私もいただきますね。めちゃくちゃ美味しいですね。皆さんありがとうございます、言っていただいて、うん、はい、よかったです、よかったです、ね、でもまあ、あのショックでしょ、坊主でのショックでしょ、めちゃくちゃショック、久々に、はい、はい、いやいや何にも持って帰らずだったんで、いやいや、これが世間なんです、あなたはね、今まで NMB というところが守られてて、はい、これからも一人立ちでしょ、はい、こんなんどんだけやると思う、そうです、ね、僕ら昨日あったんやで、ね、今井さん、昨日あったんですか、昨日あった、2人とももう、くー、もう、2人で泣いてました、泣いてましたよ、もう何にも、もう横ではね、ブリが釣れ、はい、ヒラメが釣れ、チヌが釣れ、ね、ハマチが釣れてるの、我々は何にもまだ今井さんのあたりゴンとあって外れたけど、僕なんか何にも座ったままやで、一緒でしたね、もうじーっとしたが、鳥が止まってくる止まってくる、情けなかったんですよ、ね、さあ、それでは、はい、今井さんに仕掛けをお願いいたします、はい、竿はね、はい、あの平浜専用のロッドが出てますんで、はい、長さはだいたい6フィートから7フィートぐらいですね、はい、それにあの小型の両軸リール、ギア比の高いやつ、はい、をつけてください。なるほど、ね、道糸は PE ですね、はい、0.8 から15、はい、先に5号のリーダーつけまして、はい、まあ、3メーターぐらいですね、はい、長さは、はい、で平場、はい、60から90グラムですね。なるほどね、はい、わ、はい、かりました。さあ、ここ最近の釣果見通しどうなんでしょうか。ね、はい、あの船は通常通り出てます、うん、今釣れてるのはですね、はい、まあ、桜鯛のっこみの鯛ですね、桜鯛、はいはい、それから底物、うん、で、あとここ あのアジも有名なんですよ、大きなアジが釣れるそうなんで、はい、アジ釣りもやってます。なるほど、で、はい、7月に入るとね、うん、赤イカ釣り、夜ですけど、はいはい、赤イカ釣りが始まります、はい、これも大きなイカが出るんで、はい、有名ですね。なるほど、ね、で、基本的にはね、はい、船は週末、うん、出船なんですけど、はい、要望があれば平日も出ますということで、ね、ちょっと地震の後ですね、熊本からのお客さんは減ってますけど、はい、はい、通常通り船は出してますんで、うん、どうぞお見えになってくださいということです。なるほどね、はい、ちょっとね、ゆっくりしてね、そうですね、はい、楽しんでください、はい、ということでございますが、はい、さあ、ここで長島町からですね、はい、メッセージがあるみたいですね、はい、じゃあちょっと読ませていただきます、はい、鹿児島県は直接的な被害がほとんどないのですが、はい、観光面では大きな被害を受けています、はい、ぜひ世界一のブリの町長島大陸へいらしてください、うん、ネット版道の駅長島大陸市場ではブリなどの特産物も取り揃えております、はい、応援よろしくお願いいたしお願いいたしますとのことです。はい、ということでね、はい、ぜひとも皆さん方の新鮮な魚をね、食べにね、はい、そうですね、はい、長島大陸の方へお越しいただきたいと思いますが、はい、はい、ということで本当にお二人さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この後も今井さんには番組の最後までお付き合いいただきます、はい、お知らせの後は最新グッズ情報です。